スフィーダ世田谷の原翔です。私は子供の頃、外で遊ぶのが大好きで、とにかく外で体を動かしていました。小学生の頃は少年サッカークラブチーム、中学生の頃は女子クラブチーム、高校生、大学生と部活動に所属し、サッカーに取り組んでいました。子供の頃はリフティングの回数をどれだけ回数重ねられるかという練習を日々一人で行っていました。目標達成するために私が大切にしてきたことは、決めた道を信じて最後まで諦めずに努力し続けることが大切であるなと私は思っています。一日でも早く日常を取り戻せるように、一人一人の取り組みが大切になってくるかと思いますので、皆さんしっかり不要不急の外出は控え、今だからこそできることを見つけて積極的に取り組んでいただいて、早く日常を取り戻せるように皆さんで力を合わせて頑張っていきましょう。